フリードリヒ、フリッツ・ハインリヒカール・ハールマンは、ドイツ派のオファー出身の著名な連続殺人犯。同名の父親フリッツは、権威主義的な教育スタイルをとり、母親は彼を甘やかした。兄からは、幼年時代に、彼の性的自制心を希薄にするに至った、長期間にわたる性的虐待を受けたと考えられている。ハールマンは、機械校の見習い修行を終えると、 1895年から軍の士官学校に通った。その頃に落下もしくは日射病にかかったような幻覚を生じ、同じ症状が再度起こったので、彼は退学を願い出た。ハールマンが住んでいた住宅ハールマンが、最後に暮らしたローテラ家通りの屋根裏部屋職がなく、父親に入れられた葉巻工場の仕事にも熱心で、なかったハールマンは、 近所の子供たちへの性的虐待に熱中した。この行状は刑事訴訟に至り、強制できない医師白弱と認定されて、ヒルデスハイムの精神病院に収容された。収容はそれ自体が心的外傷となる経験であった。彼は何度も逃げるように、スイスで過ごし、1899年に戻ってきた。1900年には軍隊に召集され、コルマールに配置された。 そこで彼は出身の発作を起こし、4ヶ月間、感染症病院に入院し、恩給が送られた。ハノオーバーに戻ると養育費に関して、父親を告訴して、二人は、つかみ合いの喧嘩をした。彼は、父親から資金を借り、すぐに破綻することになる精肉店を開いた。1905年にハールマンは、性感染症にかかり、これをきっかけに、主に駅をうろつく。 若い不老者や家出少年たちを相手とする同性愛に向かった。この時から小悪党としてのハールマンの犯罪歴が始まり、17件の有罪判決に至った横領、窃盗、不法侵入、盗品売買を犯した。彼は同時に警察の情報提供者でもあった。第一次世界大戦中は刑務所で過ごした。最終的には旧市街地の陥落街の一角、 ローテライエ通りの屋根裏部屋に落ち着いた。1919年、ハールマンは同性愛の関係を通してハンス・グランスと知り合った。グランスは20歳にも満たない小悪党であった。彼らの関係は数年間続いた。死体の一部を燃やしたハールマンのアパートのガスオーブン1919 19年から1924年にかけて、ハールマンは少なくとも24人を殺害している。 ハールマンの犠牲者は、ハノーファー中央駅をうろついている若い男性、不老者や男性だった。ハールマンは彼らを自分のアパートに誘い、男色行為中に犠牲者の喉を噛み破って殺害した。噂では、ハールマンが犠牲者の肉を闇市場で缶詰の豚肉として売り歩いたとされているが、これを裏付ける証拠はない。明らかになっているのは、近所の女性がレストランを所有し、 彼から肉を買っていたということだけである。トルーティビ・クライムライブラリーは犠牲者は24人ではなく27人であると主張している。マキー・イツマの著書によると裁判記録にある犠牲者数は28人である。ただしハールマン自身は少なくとも48人は殺したと豪語していた。彼の共犯者で同性相手でもあったハンス・グランスは事前団体に 犠牲者の服を寄付したり、安く売りさばいたりした。逮捕後、彼らが保管していた古着すべてが押収され、全国の行方不明のティーンエイジャーの家族たちはいるよう確認するために、ハノーファーに向かわなければならなかった。グランスの着ていた服は犠牲者のものであった。しかしファアルマンはグランスがハンサムな少年を殺すように、そそのかしはしたが、 それ以外は殺人には関与していないと証言した。刑事に囲まれた中央の男性が、ハールマン刑事に取り押さえられている、ハールマン派のオファーにおける、ハールマンの裁判逮捕のきっかけは、ハールマンがライネ側に廃棄した、多数の白骨解体が、下流に流れ着いたことである。彼の裁判は、見せ物のようになり、ドイツにおいて、主要なマスコミが、 大々的に報じた初の大事件の一つだった。当時はまだシリアルキラーという言葉は存在せず、大衆や報道機関はこの事件を表現する言葉を見出せなかった。彼は狼男、吸血鬼と称されると同時に性的、サイコパスとも呼ばれていた。しかし明らかにされた、ハールマンの諸行の残虐性とは別に、ドイツ社会をさらに揺るがした不面目な事実は、 警察の事件に対する関与であった。ハールマンは他の犯罪者をしばしば捜査官に引き渡していた警察の情報提供者だった。ハールマンが逮捕されるまで警察は探していた連続殺人犯が彼らのよく知る人物で目と鼻の先にいることに全く気づかなかった。ハールマンは1924年12月19日に有罪判決を受け、 1925年4月15日早朝に、ハノーファー地方裁判所の刑務所で、ギロチンによる残首刑に処された。グランスは24件の殺人の一つを強さしたとして有罪となり、同様に死刑を宣告されたが、グランスの無実を明言する、ハールマンの手紙の開示により、二審では12年の禁錮刑となった。グランスは刑期を務め上げた後、 1975年に亡くなるまでハノーファーのリックリンゲンに住み続けていた。処刑後ハールマンの頭部は脳の構造を調べるため科学者により保存された。ハールマンの頭部は現在ゲッティンゲンの医科大学に保管されている。また脳から切り取られた4つの断片がミュンヘンに保存されている。事件はドイツで死刑、精神疾患のある犯罪者に対する正しいアプローチ。 警察の捜査方法、同性愛について多くの議論を引き起こした。ハールマンは、フリッツ・ラング監督、ピーター・ローレ主演の1931年の映画、M で、ハノー・オファーの屠殺人として知られるようになった。この映画は、デュッセル・ドルフの小児殺人犯、ペーター・キュルテンの事件と同様に、ハールマンの事件からも着想を得ている。ハールマンの犠牲者の墓年の、 ドイツ映画、ディーザートリーキッド・デア・ウルフは、ハールマンの事件を描いている。監督は、ウリー・ロンメル脚本も書いているクルトラーブが、ハールマンを演じ、ライナー・ベルナー・ハスビンダーが、ちょい役で出演している。もう一本の、この快楽殺人に基づく映画、デアとトマッカーでは主演のゲッツ・ゲオルグが、ハールマンを演じた。この映画は、裁判における、 主な精神医学専門家の一人、エイリック・シュルツによる、ハールマンの精神医学的な調査の記録に基づき、プロットは、法廷精神科医により面談される、ハールマン人生最後の日に焦点を合わせている。キム・ニューマンは、彼の1995年の小説、ドラキュラ戦記の脇役として、ハールマンを登場させた。レッド・バロン・マンフレート・フォン、リヒト・ホーフェンの従者という役どころである。 2007年、ハノーファー観光局は、カートゥーンスタイルの広告カレンダーに、地元出身の他の有名人と一緒にハールマンも、加え、論争を引き起こした。カレンダーは、ベストセラーになり、クリスマスまでの予定であった。最初の印刷部数2万枚が2007年11月には、完売した。伝えられるところでは、2006年版にもハールマンは、大きく載せられていたが、 その時には注目されなかった。2008年のカレンダーには手錠をはめられたハールマンの新しい絵が含まれている。ハノーファー観光局によればハールマンは2009年版にも登場している。ドイツのインダストリアルプロジェクトワンプスコートが所有するレコードレーベルベトンコフメディアはフリッツ・ハールマンの絵をロゴとして使用している。ありがとうございます。